こんにちは、退職後の僕です。時間に余裕ができたのでいろいろなことにチャレンジしています。 NHK プラスをご存知ですか？ NHK プラスは総合 E テレの番組を放送中から放送後1週間パソコンやスマホで楽しめるサービスです。朝ドラやニュースをパソコン、スマホ、タブレットでいつでも時間を気にせずに見れます。放送時間にテレビの前に座る必要がありません。時間を有意義に使えるので、僕も今回初めて利用登録をすることにしました。今から登録をしますので、スマホが2台ある方はこの動画を流しながら片方のスマホで登録することをお勧めします。Android スマホで利用登録しますので、参考にしてください。基本的には iPhone のスマホでも同じ要領で行えます。準備作業をします。 NHK から利用に必要なメールが届きますので、ご自身のメールアドレスを覚えておられない方はあらかじめメモしておきます。 ID は自分で決めます。すべて半角の英語の大文字、小文字、数字、記号を使って8文字以上で設定します。例えば1234567のように英語や数字の組み合わせは不要です。パスワードも自分で決定します。すべて半角、英語の大文字、小文字、数字、記号から3種類以上を組み合わせて10文字以上で設定します。例えば ABCD1234 プラスプラスというふうにあらかじめ決めておくとスムーズに登録ができます。ID とパスワードは番組を見るときに必要なので、メモして忘れないようにしてください。それでは登録を開始します。ブラウザの検索窓に NHK プラスと入力するか、横のマイクボタンをタップし、NHK プラスと発音します。今回はマイクボタンを使用します。NHK プラス。候補が検索されました。左上に広告度で出ているものはスキップします。ここの NHK プラスをタップします。ホーム画面が表示されました。上の初めての方はこちらをタップします。今すぐ NHK プラスを始めるをタップします。登録手続きをタップします。規約の合意の画面が出ますので、利用規約をタップし、規約を確認してください。規約が確認できましたら閉じるをタップします。規約の同意画面に戻りますので、確認して同意にチェックを入れます。メールアドレスの入力をタップして、ご自身のメールアドレスを入力します。確認画面へをタップします。メールアドレスが間違っていないか確認して送信するをタップします。メールアドレスが受け付けられました。ホーム画面に戻ります。戻るときはスマホの下の真ん中のホームボタンをタップしてください。ご自身のメールを開けます。NHK から利用に必要なメールが届きます。少し時間がかかる場合もあると思います。NHK からメールが届きました。届いた NHK プラスのメールを開きます。
登録用の URL をタップします。ログイン用の登録画面です。ここで NHK プラスの ID とパスワードを入力します。パスワードは2回入力が必要です。秘密の質問はパスワードを忘れたときに必要ですので、後で分かりやすいような答えをお勧めします。ID、パスワード、秘密の質問の入力が終わりましたら、放送受信契約情報を記入します。契約者の氏名、郵便番号、住所、電話番号を入力します。入力できましたら確認画面をタップして入力した情報に間違いないか確認して利用申し込みをタップします。NHK プラスが利用可能になりました。この画面内の Google Play をタップすると NHK プラスのアプリが取得できました。タップするとインストール画面になりますのでインストールをタップします。インストールができましたら開くをタップし NHK プラスを開きます。今すぐ始めるをタップします。同意して始めるをタップします。ログイン利用案内をタップし、ID、パスワードを入力します。入力できましたら、ログインをタップします。利用を開始するをタップします。これで視聴できるようになりました。番組を探すときは左下のプレイリストからが探しやすいと思います。NHK プラスを継続して視聴するには、後ほど NHK からハガキが届くそうです。ハガキに記載されている確認コードをハガキが届いてから3週間以内に入力しなければ続けて視聴できなくなるそうです。今度ハガキが届きましたら確認コードの入力の動画をアップしたいと思います。NHK と契約されている方は無料で NHK プラスが見れますので、皆さんも登録してはいかがでしょうか。ご視聴ありがとうございました。